イラゴは、日本海軍の特務官。海軍では、艦隊随伴能力を持つ旧カテ艦が、マミヤ一隻のみであることに危惧を抱いており、長らく新しい旧カテ艦が要望されていたが、昭和13年度の3計画の追加分として、ようやく建造が決定した。基本計画番号 J20。当初の要求は、基準排水量 5000t、速力20ノット。 25000人に20日分の食料補給であったが、とてもこの要目には収まらずに、講師8000トン、速力18ノット、ディーゼルエンジン装備で計画は進められた。しかし燃料を石炭とする要求があって、さらに排水量は増え、最終的に講師排水量1100トン、速力17.5ノット、25000人に14日分の食料補給に落ち着いた。 詳細設計は、川崎造船所に任され、建造も神戸にある同社の幹線工場で行われた。資料によっては、間宮の同系館としているものがあるが、誤りである。艦型は、三島型の商船構造である。食料補給は2万5千人に20日分の要求のところ、艦型の問題から14日分とされたが、設計では、 要求をなるべく満たすよう努力され、牛肉約19日分、魚肉約17.8日分、野菜約18.8日分、新漬物などが搭載可能であり、それら専用の冷蔵庫を装備、その他に、貯料庫や、味噌庫、牛漬物庫などが設置された。また現地で調達した食料を冷凍するための、冷凍庫や、製氷設備も設置された。館内の工場は、 手法で販売する菓子や清涼飲料の生産設備があり、生パン及びパンなし持ち菓子、餅菓子及び小満汁、最中及び羊羹、飴、ラムネ及びアイスクリームの製造室があり、さらに豆腐及びこんにゃく製造室、新漬物製造室もあった。その他に洗濯設備として1日に夏服400着を処理できる洗濯室、日の支室も設けられた。 また通信監査官としての任務が考慮され、超波、短波兼用の92式特受信機30台を設置した。溶化装置としては2トン電動ジブクレーン8機、全部10トンデリック1機、後部20トンデリック1機、冷蔵品上げおろし装置1式を装備、後部デリックをさらに1機増備する計画もあったため、後部の支柱は門型とされた。 関西艇は配給用として12メートル両食配給艇3隻、12メートル、清水配給艇1隻、その他5隻の計9隻の搭載が計画された。ただ8隻搭載とする文献もあり、1944年作成の略図でも関西艇は8隻のみが描かれている。手記は当初ディーゼルエンジンを搭載する計画であったが、 この場合でも急テ手間であるため大型の補助ボイラーを搭載する必要があり、機関容積、重量ともに増大するために断念された。その他、レシプロエンジンやタービン一軸の案も検討されたが、いずれも問題点があり断念された。搭載された手機のタービンは、新設計とすると時間を要するため、不節つ津軽と同じものとなった。ボイラーは燃料行政上、 将来的に重油が枯渇する問題があることから、重油と石炭の根性とされた。このため肺炎や石炭の粉塵が食品に混入することを防ぐために各種の工夫がされた。肺炎内のススの量を少なくするため、なるべく大きなボイラーを搭載して燃焼度を下げ、また肺炎の速度を下げて、煙突内でススを除去しようと煙突の直径を太くした。 さらに排出されたススが遠くに拡散するように煙突は高くされ、その高さは水面上約28メートルとなった。並走として、広角砲は12センチメートル広角砲2門の計画であったが、12センチメートル連装広角砲2機4門となった。機銃は25ミリメートル連装機銃が環境量限に1機ずつ装備され、 阿ゴ作戦後の1944年6月以降に、三連装機銃3機が増備された。1940年5月30日に寄港。1941年2月5日以来ごと命名、特務艦中の運送艦に搭載され、本席を、佐世保鎮守府と仮定。2月14日、浸水。9月2日、偽装員事務所神戸市川崎重工業内に設置。 12月5日に竣工同日筆本籍を佐世保鎮守府と定められ、連合艦隊へ編入された。12月24日、宇垣きまとい連合艦隊参謀長は戦艦山とを視察した後、イラゴを訪問した。偽装上の不満を訴える特務艦長に対し、宇垣はイラゴの充実した野菜倉庫や優秀な菓子類製造能力を褒めている。 同時に、速力18ノット発揮可能という点にも注目し、対戦の観点から、海軍の特務官は、今後20節を出し得ること絶対的なあり、徴用船舶もまた叱るを要す。ここにおて兵素より、有速船の建造省令に関し一段の努力必要なリトニングと述べた。1942年1月、クレオ出港し、トラック諸島、ルウット方面へ、 養殖補給を行う。2月から5月にかけて、ダバオ、セレベスト、スターリングワン方面の幹線に対する呂食補給、マカッサルへの輸送に従事。8月からは、クレとトラック間の輸送に13回従事した。1943年8月1日、イラゴは、駆逐艦天神風、裏風と共に、クレへ到着したが、 その際に4月のカビエン空襲で大破した、十字二大カニアオバも同行していた。1943年12月7日、イラゴとヤスクニマルは、航空母艦地とせ、第16駆逐隊の2隻に護衛されて、トラック白地を出発。14日、横須賀駅島した。1944年1月3日、イラゴは、第27駆逐隊2隻に護衛されて、 横須賀を出港11日にトラック白地へ到着する。1月20日、トラック北方でアメリカ潜水艦シードラゴンの来撃を受け損傷し浸水したため、駆逐艦両風が現場へ急行。だが両風による栄光は栄光ロープが切断し、失敗した。浸水が進む中、増援の要請に対し、従順洋艦町海駆逐艦市与も救援に駆けつけ、 イラゴは、なんとか沈没を免れた。1944年3月3日、横須賀軍港でのイラゴ2月14日、イラゴは、水上規模艦のトリオ、海軍徴用船達浦丸、陸軍徴用船日比丸の4隻で第4213、船団を編成し、3隻の護衛を受けて、トラックを出港し内地へ向かった。イラゴは内地に帰島後、横浜。 佐世保において、修理を実施した。7月5日、南西方面艦隊付属に編入された。8月に修理を終え、マニラへ出港。9月21日、マニラで空襲を受けコロン湾に退避した。同日、駆逐観察機が空襲を受け沈没、イラゴは、ダカンと協力して生存者を救助した。9月24日、コロン湾で水上規模艦秋津島と共に、 アメリカ機動部隊艦上機の攻撃を受け、大破着定し放棄された。翌年11月30日に除籍となった。現在は、ダイビングスポットになっている。イラゴ艦型、図、辻英作大佐、1941年8月11日から1941年12月5日、辻英作大佐。 1941年12月5日から1942年4月10日、富澤藤彦大佐。1942年4月10日から1943年3月15日、岡野慶三郎大佐。1943年3月15日から1943年9月19日。 宮本83大佐、1943年9月19日から1944年11月10日、改め後計画で本館の改め型である、基本計画番号 J C、J20C、歌唱館名第5408号館、予定館名くすみの建造が計画されたが、選挙区悪化のため1944年5月5日に、計画中止となった。昭和造船士、 1> 第1巻794ページによると 9750t。AB 特務官一般計画要領書分現状調査3ページによると、水泉間長1 4 5 1 0ル水仙町1 4 2 5 0ルただし、水仙間町の方が水仙町より長いのは、通常ありえないので、逆に転記したと思われる。 AB 当時の帝国海軍の正式用語として、正確には、戦団と、戦団護衛部隊は別に扱われるものである。第一海上護衛隊、第二海上護衛隊と護衛を受け持つ部隊は、非護衛対象と護衛官邸を合わせた上で、戦団とは称しないのが正しいとされる。ありがとうございます。